山田、仕事は慣れたか？はい、なんとか慣れました。特殊な仕事だからな。まあこの暑さで頭やられるなよ。はい、溶鉱炉だからな。鉄をも溶かす。落ちたら骨も残らんぞ。はぁ、頑張ります。キャー、ゴキブリ、ゴキブリ、あ、やば、調子落ちた。やば、ゴキブリに踊れて間違えて調子を溶鉱炉に落とした。あ、終わった。今までいろんなミスしてきたけど、これは確実に終わった。確定演出付き終わったやん。ん？本画かフル動画はコメント欄から飛べます。ぜひ見てみてね。